皆さんこんにちは。アフタービートミュージックスクールギター講師の滝沢でございます。今回はまたクリスマスソング特集のこの動画ではギター解説ということで、ギター解説は自宅に戻っていつも通り、お送りをさせていただこうかなと思います。とりあえずこの動画の中でバッキングギター、リードギター、そしてイントロとかソロとか、そういったところの部分全部、ギターのパート全部をまとめて説明させていただきますのでよろしくお願いします。それぞれセクションの各ポイントだったりとか、あと音色の作り方とか、あとこのハモリをする上で大事なポイントとか、それぞれこのパート分けといいますか、どのパートを弾いていくかみたいなアレンジの方も話をさせていただこうかなと思います。とりあえずまずそれぞれのポイントですね。まずバッキングギターからいってみましょうか。こんな感じでひたすらパワーコードを弾くバッキングパートなんですけれども、ブリッジミュートのこのメリハリを大事にしましょう。例えば A セクションのところで、こんなフレーズが出てきますけれども、このブリッジミュートがすごいあやふやで、みたいな感じだとなかなかこう、ね、タイトさみたいなのが出てこないので、曲にまとまりを出すためにもしっかりとタイトなブリッジミュート、メリハリの効いたブリッジミュートできるように練習してみてください。で、B セクションに行くとこういうフレーズが出てきますよね。この時も、余計な音を出さないということに気をつけていただけると良いかなと。平たく言うとミュートということです。人差し指の中で 1,2,3 弦を軽く触れて音が出ないようにしてあげる。そして余ってる指、中指とかもしくは親指とかで6弦の音をミュートしてあげて、全部弾いてもこの2本しか出ないと。で、これを1フレットずつ下げて、勢いがありつつも、この、ね、クリアな音色が出せるように練習をしてみてください。で、その次サクサクいってリードパートのセクションです。リードパートはですね、リードパートの方は A セクションでこんなフレーズが出てきます。この3つ目の時に音が変化することによってちょっと楽しげな雰囲気が出てくると、こんな感じでしょうか。この3つ目の音がないとちょっとこうのっぺりしちゃうんですよ。こんな感じで、3つ目の音がちょっとだけ入ることによってなんか楽しげな雰囲気になると思いませんか。こんな感じでこの楽しげな雰囲気を演出できるように練習をしてみてください。で、その他のセクションに関しては基本的にオクターブで弾いているので、これをまたミュートをしっかりやって、ノイズが出ないように気をつけていただけると良いかなと思います。一応僕自身がその過去にオクターブ奏法に関する動画をアップしてますので、うまくできないよという方はそちらも参考にしてみてください。で、その次どんどんいきましょう。ソロパートですね。ソロパート、一応メインのパートがこんな感じの割とゆっくりなシンプルなフレーズになっております。一応これも狙って簡単にアレンジをしているんですけれども、もし余裕があるよという方はですね、こう一つ一つの音に色気を出すというか、魂を吹き込むというか、なんかいろいろこう装飾をすることに意識を置いてもらえると嬉しいですね。どういうことかというと、楽譜通りにそのまま弾くとこんな感じになるんですけれども、スライドとか、このビブラートとかをこうふんだんに入れて、なんかこう一つ一つの音に色気を出すような練習をしていただけると、もっとソロがかっこよくなるかなと思います。そんな感じでしょうか。これを、ね、弾くにあたってもう弾くだけでも結構精一杯の方はそんなところまで全然意識しなくてもいいんですけども、余裕がある方はという話です。そんなところでしょうかね。で、パート分けに関してなんですけれども、一応皆さんにお配りしている、音源の中で僕はギターは4つ、パートを入れております。ソロ1、ソロ2、
こんな感じでしょうか。バッキングは最初から最後までずっと弾いてます。でも、リードギターに関しては、A セクションからこう入っているような感じですね。で、ソロの部分はまたなくなって、ソロ後から最後まで弾いていると。まあ、こんな感じでパートを入れています。で、ソロセクションに関しては、イントロのところ、あとそれのハモリ、で、ギターソロとそれのハモリ、まあ、こんな感じでやっているんですけれども、もしギターがバンドに1人しかいない場合は、ですね、ここのソロのメインパートの方を弾いて、リードを弾いて、まあ、もちろんバッキングでもいいですけれども、またソロのハモリじゃなくてメインパートを弾いて、リードを弾く。こんな感じで、パートを拾うと良いかなと思います。で、2人ギターがいるよという場合は、片方の人はこれのハモリを弾いて、バッキングを弾き、またハモリを弾いて、バッキングを弾く。こんな感じでやると、まとまりが出るかなと思います。まあ、もしこれが難しいよという方は、こっちを弾いてもいいですし、このパートを逆にしてもいいですし、まあ、その辺は皆さんの技量にお任せをさせていただきたいなと思います。で、これはちょっと少し余談の類なんですが、ソロって全部で16小節あるんですよ。けど、その16小節、特にこの半分から後半部分はちょっと難しくしてあるんですね。ここの部分がもう2人とも難しくてできないよ、これっていう方はですね、まあ、両方ともここを省いちゃってもいいかなと思います。まあ、もしくは、このハモリだけ省いて、メインだけ残ってこっちに行くみたいなアレンジでしょうか。ここのところは、省いても良いパートっていうふうに認識していただけると良いかななんていう感じでしょうか。で、キーボードがいるけれども、ギターは1人しかいないなんていう場合は、この赤い部分、ハモリの部分だったり、バッキングのコードの部分だったり、この辺をキーボードの方に担当していただけると、まあ、楽しくできるんじゃないのかなと思います。で、2人でこうハモるときなんですけれども、もし2人ともある程度ギターがなくて、もうすぐにコピーができて、で、余裕があるよという方はですね、この音の長さをこう揃えましょう。例えば、ここの部分、ここのところをどのくらいの長さ伸ばすかを2人で打ち合わせというわけじゃないですけど、まあ、呼吸を合わせるようにすると、どのくらいの長さにしようぜというふうに打ち合わせをしてもいいですし、例えば、なのか、なのか、なのか、ちょっとこの、ね、微妙なところですけども、この辺を、ね、かっちり合わせることで、このハモリの一体感みたいなのがグッと出てくるようになると思いますので、ぜひ頑張ってトライをしてみてください。基本的に3度でハモるようにしているので、きれいにかっちりハモれると結構気持ち良いかなと思いますので、ぜひ頑張っていただければ良いかなと思います。で、全体的に言えることなんですけれども、このそれぞれのパート全体的に言えることなんですけれども、歪みすぎにちょっと注意しましょう。例えばこんな感じで、歪み全開マックスで。って弾いてもいいんだけれども、ちょっと趣旨が変わっちゃいますよね。なんか。これはこれでいいんだけれども、僕としては、ある程度こう歪みを抑えてクランチな状態で、ちょっとこう腰のあるサウンドを意識してやっていただけると良いかなと思います。それぞれこのソロ の,、ね、あのパートとそのハモリのパート、これも、ね、ある程度音色を2回合わせておかないとなかなかきれいにハモらないので、そんな音色の方も気を使っていただけると嬉しいなという感じでしょうか。はい。じゃあ、以上でしょうかね。それぞれバッキング、リード、ソロ、そのハモリ、いろんなパートがありますけれども、まあ、皆さんのご都合といいますか、技量といいますか、まあ、弾きたいパートに合わせて練習をしていただければよいかなという感じです。じゃあ、そんな感じで終わりにしましょうか。それではまたいつかお会いする日まで頑張ってください。